はい、こんにちはということで、この BMPCC4K を、買いまして、でちょっと使ってみてですね、やっぱり一番問題に なるのがやっぱりバッテリーの持ちが悪いっていうことなんですよね。でこれバッテリーをどうしようかってちょっと考えたんですけれども、まあ、最初にやったのが普通のこのアンカーの、モバイルバッテリー、まあ、要は USB 給電ができるものですね。でここから、まあ、よくある、こういうダミーバッテリーを使うため の昇圧、ユニットがくっついた、ダミーバッテリーアダプターを、使ったんですけれども、この BMPCC4K が、起動時の、電流が非常に突入電流が大きいようで、録画ボタンを押したり、またはこの起動しただけで電圧効果を起こしてしまって、シャットダウンしてしまうっていう問題がありますので、実質上使えないですよね。 5V から昇圧するタイプのダミーバッテリーは使えないです。逆に12V を落として使う、ダミーバッテリーアダプターですとちゃんと使えるみたいなんですけれども、でもそれだと、ね、結局 12V とか 14.8V を用意しなければいけないんで、だったらここから供給すれば、供給端子がくっついてますんで供給できるということになりますので、じゃあということで、じゃあ何するかって言ったら、D-TAP のバッテリーを買うかっていうことになるんですけれども、D-TAP も業務用なんで非常に大きくて重たいんですよね。長時間使うっていうのを前提にしてますから、基本かなり一番小さいものでも、1キロぐらいあるのかな、1キロ超えてるのかな、ということになりますし、大きくなってしまってますので、ちょっとね、なんていうんですかね、気軽にっていうわけにもいかないかなということで、じゃあっていうことでちょっとですね、探してみました。これ要は 12V が出力できる、モバイルバッテリー、です。でこれなんですけれども、ちょっとどっけてで、これなんですけれども、Amazon のレビューにもありますけど、中ちょっと開けてみました。そしたら、まあ大きさ的には18650って、まあレビューの方でも18650って書いてあるんですけれども、が、2並列の、3組で直列っていう形ですね。でもそうすると容量が合わないんですよね。まあ、2並列なんで、ただ18650って 3000mAh 前後なんで、2つ並列にしてても 6000mAh 時、ということになりますので、 12V 出力で 6000mAh 時ぐらいが妥当なんじゃないかなって思うんですけれども、なぜか大きい 9800mAh 時って書いてあるんですよね。この数字はどこから出てきたのよっていう話なんですよね。まさか3直列で9000とかっていう話になってるのかなっていうのも、そっちだったら計算合いそうな気もするんですけれども、でも並列側どこでやるんじゃないっていう、ことは、まあそれはいいや。ということで容量が怪しいと、あとですね、3直列で 3.7V で3つ直列にしたら、11.1V じゃないのっていうので、で実際測ると 11.4V かな、11.4 か 11.6V、まあ使用してる、まあ若干測るときにばらつきが若干出てるんですけども、まあ 11.4V ぐらい、の出力なんですよね。ということで、まあ、ここの表記は非常に当てにならない。で出力電圧も 12V がちょっと出てないんですけれども、で実際じゃあこれが使えるかっていうと、ケーブルをね作るか、
まあ、まあ実際このなんだっけこれ、ブラックマジック純正のですね、DC ケーブルパックっていうやつに、D タップと自作用の坊主の、切りっぱなしの、ものと、あと、センター 2.5mm の、DC プラグ、丸型の DC プラグをのものが3本、1つずつ、1本ずつ入った、なんていうんですかね、パッケージングされたものが売ってますので、その中の、丸型の DC プラグ、ですを 2.5、ま、センター 2.5 ファイなんで、これを 2.1 ファイに、直してあげると、のアダプターをくっつけてあげると、まあハンダ付けとかせずに、そのまま、ここに、つなぐことができます。あ、ちなみに全部センターはプラスになってます。センタープラスで、はい、作れば OK です。ということで、これで一応電源入れると、ちゃんと一応使えますということですね。じゃあ、どのくらい持つのかっていうと、大体3時間。大体3時間、連続で、録画ができます。3時間ギリかな、3時間ギリでもうできます。ただちょっとこれ充電回路がちょっと怪しいというか、非常に単純な回路を使ってますから、まあ単純な回路を使ってるようなんで、実際結構寿命が短いんじゃないかなと思います。それとあとは発熱、始めちゃうと、不均等充電で発熱始めてしまうと危ないかなっていう気もするんですけれども、まあその辺のちょっと不安要素はあるんですけれども、まあですので、モバイルバッテリーとしておすすめかといえば、全然進められるものではないような気がするんですよね。なので一応こういうのも売っているということで、まあ買う買わないはまあ自己責任でお願いしたいなと思います。ということで、まあ一応、12V 出力の、モバイルバッテリーの紹介ということでした。まあね、まあおすすめというわけではないですけれども、一応使えますということで、ということです。で、まあね、これこのくらいの大きさなんで、シューティングベストとかのポケットに、胸ポケットに入れることができますので、まあこういうね。これとこういうふうに持って一応撮影できますから、まあ、コンパクトにはまとまるかなとは思います。ただおすすめかって言えば本当にこう微妙なところなんで、購入はまあ、自己判断でよろしくお願いいたします。ということで今回はちょっと怪しい、モバイルバッテリーの、モバイルバッテリーの紹介、でした。次回も、よろしくお願いいたします。